皆さん、こんにちは。吉野家ホールディングスから手紙が来てます。はい。牛丼の吉野家さんね。いつも美味しく食べてます。で、こちらになんか書いてあるね。定期株主総会招集ご通知在中とかですね。はい。株主総会です。はい。で、事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主様の中から抽選で300名様に、吉野家プリペイドカード1000円分をプレゼントします。もちろん議決権行使します。はい、当然賛成で、内容も分からず。はい、では、内容を見ていきましょう。はい、議決権行使が書いてあるということは、はい、ね、はい、このね、QR コードで、事前にね、議決権賛否書くことによって当たるということですね。はい、これは分かりました。はい、で、続いて、はがきでも出せるってことね。ね。はい。スマホ持ってない人ははがきでもね。はい。続いて、これは、配当金の振り込みですね。はい。証券会社の口座にただ入れてもらえばいいです。で、これ。はい。これが配当金です。はい。残念なことに、1株10円。1000円ですね。これ半期かな？1年分なのかな？はい。期末配当。期末配当って書いてあるからね。1年分か。だから1000円しかもらえない。少な。はい。だけど、配当金は少ないけど、はがきで出す場合のこのね、はい、いつもの配列ね。少ないけど、見えてますね、これ。株主優待券です。出ました。はい、汚職事件。これ年2回来ます。年2回ね。2000円分が2回で4000円分ですね。で、まだ食べきってない。食べきってない。1年前のまだ食べきってない。5月末だからね。はい。なんとか、食べきりましょう。はい。ただで、牛丼を食べれるし。はい。で、株主総会はこれね、インターネットでやってくださいということですね。はい。実際に株主総会に行く場合は、なんと有楽町マリオン。あ、東京での一等地じゃないですか。うん。ね。ヒューリックホール。ヒューリックって、ヒューリックの株主でもあります、私は。あ、そうなんだ。はい。ね。ということで、ここ。有楽町マリオン、ヒューリックホール。あ、行ってみたいな。はい。今、大阪住んでるので行けないんですけどね。はい。知ってます、有楽町マリオン。これ昔、日劇だったですね。はい。で、ゴジラに破壊されてます、ここね。ね。なので、今、ゴジラが破壊したわけじゃないけど、建て替えて、有楽町マリオンっていう映画館ね、ここね、になってますね。うん、これ有楽町。で、南口ですね。中央口か。銀座口とかですね。で、私は、この北口ね。はい。これは都庁が近くにあるんですよ。旧都庁ね。で、この辺が、北口はその都庁があったんで、建築士の人はみんなね、ここから銀座に向かうと、東京建築士会があって、その辺に会社が多かったですね、設計事務所は。で、銀座一丁目に私も勤めてました。ね、懐かしいね。丸井があったりね。あ、東京交通会館っていうのはもう全国のね、物産展っていうかね、もう一年中やってるんですね。はい。各都道府県のね、47都道府県のお店が全部揃ってます。はい。で、ミクカメラは、旧そごうね。懐かしいね。時代は変わったもんだな。うん。というところです。で、靖国通り。靖国通りは、違う、晴海通りか。晴海通りね。これね。これはまっすぐ行くと国会議事堂ですね。で、海の方に行くと、築地。ね、築地ですね。というところ、まさに、花のお江戸の一等地ですね。で、株主総会をやるということですね。はい。ぜひ行ってみたいけど、今回は議決権行使書で、賛成で、で、1000円の、願わくば、1000円のね、商品券をもらえます。はい。では、株主総会、吉野家さんの株主総会でした。あと、豊田券の紹介です。以上です。